ざだね。 R F 分の1って何ですか。 R と F 分の1素材って書いてあるけど、だから多分ここが力でこれが抵抗やめよっか、うん、あと僕はドラえもん、5月に、テレビでちょっと紹介されたマイセンのカツサンドでございます。あれだね、マピーでしょの知らない世界でしょ、うん、知らない世界というもので、うん、ね、うん、誰かの知らない世界、誰かの知らない世界、誰かの知らない世界で紹介されたやつ、はい、ありがとうございました。名古屋に到着です。バティ君来ましたよ。君、ここから先カメラマンです。生まれて初めてだよ、来たの。でしょうね、でしょうね。それは僕も初めてです。リニア鉄道館だね。お、なんか早速大きいのが。素晴らしいですね。あの時さ、あのツバメ？ツバメって言ったじゃん、あの時。どの時だ？企画発表の時に問題出す時にツバメ号って言ったじゃないか。実はこれが答えです。お、ツバメ？ツバメさん。お、違う、ツバメが答えじゃなくて、じゃあツバメさん初めて見た、知らないけど。君さ、形式についてちょっと勉強しようか。はい。上に何て書いてあります？ C の C の6217。そう、これの読み方は C62 型の17号機って言います。 C62 型の17号機。お、なんだ、最高速度を記録した世界最大最速の大型蒸気機関車、これです。おー、改めて、答えていただきましょう。世界最大最速の蒸気機関車
車の形式をお答えください。 C62 型の17号機。正解。カンニングだね。カンニングです。ただでもさ、俺が口頭で伝えるよりも実際に目で見た方が分かりやすいでしょ。確かにそうだね。そうでしょ。ただ君まだ10点だからこれはただ今復習しただけだから点数には入らないんだよ。そうですね。だから次の問題しっかり答えていただくよ。頼むよ。はい、それじゃあ次行きましょう。次行きましょう。に車輪走行になるって話。うん。ご乗車します。それいる？お邪魔します。座らないでください。座らないでください。で、この豊臣秀吉の兜みたいな形してるやつ、これは建築限界測定車。建築限界測定車っていうのは、まあこれ見れば分かる通り、建築物の周囲センサーを搭載して走行しながら建築物の視床確認ができる構造となっています。センサーとは言いつつも、これセンサーらしきというか、もうなんて言うんだろう、ハイレベルなやつではなくて、ぶつかったらこの棒が倒れるという単純な仕組みなんだよ、これ。いいね、単純で。で、分かりやすいじゃん。まあね。ああ。機動車の中では相当好きな部類に入ったね。キハ82は好きだね、俺。どこが好きなんですか？やっぱりパワーだよね。パワーがすごいもん。ディーゼル方式だな、これも。いいね。ちなみに特急ひだは今でも走ってるよ。車両は違うけど。あ、いやー、これも好きだな。みんな好きなんじゃない？ここら辺に入ってくると俺も非常に好きな部類に入ってくる。で、次シナノ。あー、シナノも好きだね。録画してます。一応グリーン車だね、乗った感じ。うわ、すげえわ。寝れる。寝ちゃう。寝ちゃダメ。寝ちゃう。300系は初めて見た。100系も大好きだよ、僕は。こういうのあるとさ、やってみたくなるんだよね。はい、何を？なんかいる。食堂？食堂だね。こんな風になったわけだ。広いね。広いなぁ。マジでか、こんな風になってたの。思ったよりすごい立派なんだが。自然
いや、いいとこだった。もう一回来たいね。2時間何気あっという間だったな。